タバコシバンムシ、タバコシバンムシ、タバコシバン虫レーナダーマセリコーンは、人産シバンムシと並んで、貯蔵食品害虫として知られる、シバンムシの一種。世界中に広く分布し、日本国内にも、ほぼ全土に分布し、大多数の家庭で発生して、乾燥食品などありと、あらゆる乾燥動植物質を食害する。成虫の体長は1.7から3.1ミ、mm、リメートルで、 カブトムシのメスと同じような長打円形。濃いめ色から淡いチョコレート色程度の赤葛色で、背面には黄色のほの毛がびっしり生えている。頭部は休止時には前胸の元に隠れて見えないが、活動時に前方に伸ばした時や、ひっくり返した時に見ると、前胸より二回り程度小さいだけで、かなり大きく、複眼も発達している。触覚は十一節で、人三芝虫と違い。 基部の第一節以外に大きく発達する節はなく、どれもほぼ同じ大きさの巨子状。頭部下面の両側には、休止時に触覚を収める深い溝がある。幼虫は老熟すると、体長4から5ミリメートルに達するが、通常は、コガネムシの幼虫のようにジムシ型に体を丸めているため、3ミリメートル程度の大きさにしか見えない。 全身はかすかに黄色味がかった白色で、長くて繊細な毛が蜜に生える。頭部は高褐色で、前端がやや赤褐色が狩る他に、前面に4つの淡褐色の斑紋を有する。学名の内属名は、レイジス、ギ、ラムダアルファーシグマイオータ、毛深いダーマ、皮膚で毛深い体を、種照明はセラ、ノコギリコーヌー、角イコール触覚で、 虚子状の触覚を表したもの。成虫の活動は保温性がよく暖かい部屋では、周年見られるが、通常気温の上昇する5から6月に始まり、10から11月までである。浮かした成虫は、4から5日の間は、眉の中に止まって、生成熟を待つ。眉を食い破って脱出した成虫は、一切接触することはなく、あれば、 水分を摂取するのみで10から25日間生存し、その間に交尾と産卵を行う。1個体のメスは10から60個の卵を食物となる。乾燥動植物質の隙間や表面に産むが、個体によっては100個を超えることもある。卵は6から12日で孵化して、食物中に先行していく。通常収霊は4霊だが、環境が不良だと5霊から時には8霊に達することもある。 老熟して、さなぎになるまで、摂氏23度で40から45日、25、摂氏28度で30から40日ほどかかり、卵から成虫までの有効積算温度は432日度という数値が得られている。温度の低下や食物条件の悪化が見られると妖化が抑制されて、耐久性のある幼虫の状態で溜まるので、越冬体は幼虫である。老熟幼虫は、 食物のかぶりかす、フラスヤフンを、肛門から出る分泌物で綴って、眉を作り、その中で溶化し、一週間足らずで羽化する。人産芝ムシと同様ほとんどすべての動植物質を食害するが、人産芝ムシが、ケブカシバ芝ムシと同様に木材を、また、フルフォンシバ芝ムシと同様に書籍も加害することがあるのにして、 タバコシバンムシはこれらを食害することは知られていない。ただし、人産シバンムシが食害しない畳のわらどこを食害し、乾燥食品を密閉して、そこからの発生を遮断しても、発生を阻止するのは困難である。和名や英名は、貯蔵用タバコを食害して、大害を及ぼすことによる。はまタバコの製造過程で、卵が巻き込まれる場合があり、 製造後に湿度を保って保管した葉巻タバコから発生する場合がある。ただし、タバコよりも加工穀類を好み、小麦粉、白玉粉、上新粉のような穀粉そのものや、そうめん、パスタといった乾麺、乾パンなどで最もよく発育する。その他、カレーパウダー等の香辛料、缶花、干し椎茸、たけ、鰹節、海苔といった乾燥食品のほか、ココア、 漢方の木薬、貯蔵種子、ドライフラワー、肥料用の油かす、植物標本、昆虫標本、ウール等の動物繊維が被害を受ける。また、代表的な文化財害虫としても知られる。食品、生薬、標本類は、密閉容器に保管することで発生を防ぐことができることが多く、発生してもその容器単位で駆除を行えばよい。しかし、 密閉性が雑な容器やジッパー付きビニール袋の締め忘れは繁殖の温床となる上、密封されていてもビニール袋程度の包装であれば穴を開けて侵入することもあるので注意を要する。さらに、こうした対策が困難なのは畳のような大きな発生源であり、また植物園や博物館のハーバリウムに定着されても植物のお芝標本が触害されて対策が困難となる。 畳はほぼ無人造の餌となる発生源であり、ここからの継続的な発生は、幼虫に、体外寄生する天敵の鉢であるシバンムシアリ型鉢の発生を呼び、この鉢によって刺される被害を引き起こすことが多い。畳に発生した場合は加熱乾燥者などによって、加熱乾燥処理するのが人体への薬害の不安がなく、有効であり、ハーバリウムへの定着が起きたときは、 コルマリンなどによって群青することによって対処することになる。防除のためなどの研究に際して実験室内で飼育、繁殖を行う際には、最も好み生育の良い餌資源である穀類を餌に用いるが、硬い粒のままでの穀類では弱霊幼虫の死亡率が高くなるので、国粉、あるいは粉砕した穀物を用いるのが良い。 例えばトウモロコシコを寒熱滅菌したものに8%の乾燥酵母を加えてよく混ぜたものが用いられている。これを容器の底に入れて平らにならして押し固め、眉から脱出してから4日以内の成虫を放つ。資料の上に波形に折った腰紙を重ねて置いておくことで浮かした新世代の成虫を腰紙ごと容易に取り出すことができる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。